この二人の変装者は、ヤジ馬の流れに混じって歩いてはいたけれど、無論ヤジ馬ではない、殺人魔創作の使命を帯びていたのだ。それにカウルに、重なる個人的、アスタリスク怨恨がある。名知としては、視力を尽くしても魔人、人間表、の行方を突き止めないではいられぬ立場であった。ハンチングの下から、頬かぶりの下から、二人の目は寸時も休まず働いていた。両側の家並みは一軒一軒、道行く人々は一人余さず、鋭い探偵的凝視を受けた。二人はジャングルの中に猛獣の匂いを追う精悍な猟犬であった。どんな些細な一物も彼らの目を逃れることはできなかった。ロックの映画街の中ほどに、コンクリートの大映画館に挟まれた、谷底のように薄暗くて狭い抜け道がある。どんな雑踏の日でも、この陰気な抜け道を利用する者はごく稀であった。薄気味悪いほど静かな谷底だ。ただ、その中途に地底のカフェがあって、そこへの客が時たま通るのと、細道に開いている映画館の裏口から係員が出たり入ったりするほかは、ほとんど人通りがないと言っても良いほどであった。食行と、酔いと負けの明智夫妻は、何気なくその抜け道へ入っていった。別に意味があったわけではない。ただそこを通って裏通りへ近道をしようとしたのである。だが、一歩谷底へ踏み入ると、彼らはそこにハッとするようなものを発見した。一匹の巨大な虎が、のこのこと立って歩いていたではないか。だが、そうそう本物の猛獣が現れてたまるものではない。それは無論本物ではなかった。トラフのシャツを着て、頭にはすっぽりと、ハリボテのでっかい虎の首をかぶり、肩には赤地に白く染め抜いた広告旗、手には赤髪のビラの束、つまりそれは異様ないでたちをした陳丼屋に過ぎなかったのである。旗の文字を読むと、Z 局馬団、とある、どっかにサーカスがかかっていて、その広告ビラを巻いて歩く陳丼屋に違いない。それにしても、虎の紛争とは珍しい。多分は Z 局馬団に虎の見せ物があって、それを呼び物としているのでもあろうか。明智はそう考えて、一応は気を許したものの、しかし、何かしら心の隅に、胸騒ぎのようなものを覚えないではいられなかった。虎を、こいつはいわば虎をなんだ。それと、人間表、と、偶然の類似とは言いながら、異様に意味ありげではないか。それに、あいつは、なぜあんなハリボテの虎の首なんかかぶっているのだ。目の部分だけくり抜いてある様子だが、その他は顔全体が全く隠れてしまっているではないか。まるで顔を見られまいための巧みな工夫みたいに邪推されるではないか。あのおどけたハリボテの中に隠れているものは、もしや、もしや、探しに探している、人間表、の不気味な顔なのではあるまいか。先方は抜け道の向こうの出口に近い場所を、のろのろと歩いていたのだが、明智たちがこちらの角を曲がって、姿を見せたとき、そいつは振り返って、じっと彼らを見つめていたように感じられる。それからというもの、なぜか一層歩道を緩めながら、ほとんど一と足ごとに、さもうさんらしく、こちらを盗み見ている様子である。ただの陳丼屋が、食行と、酔いと負け、にこんなに関心を持つというのは変ではないか。あの魔物のことだ。先方ではとっくにこちらの素性を見破って、ハリボテの中で、輪行の目を光らせて、せせら笑っているのではあるまいか。それを確かめないでは気が済まなかった。
もしこの突飛な想像が的中して、かくもやすやすと怪人、人間表を捉えることができたら、と考えると、日頃冷静を誇る名探偵といえども、さすがに胸躍らないではいられなかった。明智は足を速めて虎尾の珍丼屋に近づいていった。すると不思議なことには、相手の虎尾は、何か明智を誘いでもするような素振りで、虎の頭で振り返り振り返り、裏通りへと曲がっていく。明智は一と飛びでその角に達した。逃げようと手逃がすものかと、勢い込んで裏通りへ踏み出すと、そこに、虎尾がぼんやりと立ち止まっていた。おい、ちょっとくん、その虎の被り物を取って、君の顔を見せてくれないか。明智は珍丼屋に近寄ると、いきなり呼びかけた。虎に化けた男は、少しの間、その意味がわからなかったらしく、黙っていたが、やっとして。えへへへへへ、私の顔がご覧になりたいっておっしゃるので。と追笑笑いをしながら、至極お手軽に張り子の被り物をひょいと持ち上げてみせた。その下から現れた顔は、あの恐ろしい、人間表、であったか。いやいや、そうではなかった。明智は思い違いの恥ずかしさに冷や汗を流した。そいつの顔は恐ろしいどころか、実に突拍子もない滑稽なものであった。黒々としたいがぐり頭の下に50年配に見える骨張った黒い顔。西郷さんの肖像画みたいな真っ黒な太い眉。そして、鼻の下には、何々将軍とでも言いたい。実に立派やかな太い鉢の地髭が、両方の耳の辺まで、似たふりの大段ビラのように、物々しく跳ね上がっていた。いや、失敬失敬、人違いだったよ。もういいからそいつをかぶって、商売を始めてくれたまえ。明智がお詫びをして立ち去ろうとすると、珍丼屋はまたえへへへへへと笑いながら、どうか。これを一枚、と、曲馬団の広告ビラを差し出すのであった。明智は何気なくそれを受け取ったが、ふと気がつくと、石版釣りの広告文の裏に、何か鉛筆で殴り書きがしてあった。おや、変だぞ、新しいはずの広告ビラにこんなものが、と裏返して、そのいたずら書きに目を注いだかと思うと、明智の表情はみるみる緊張していった。明智くん、文代さんは大丈夫かね？俺は一度思い立ったことは、あくまでやり遂げる性分だよ。見覚えのある筆癖、果たして虎と豹とはどっかで結びついていた。例によって奇抜な、人間豹の通信手段であった。おい、君。これはまさか君が書いたんじゃあるまいね。明智の鋭い目に睨みつけられて、虎尾はおどおどしながら、また例のお追笑笑いをした。えへへへへへ、私じゃござんせん。つい今しがた、見知らぬ方にこう頼まれたんですよ。あの路地に待っていると、これこれこういう風采の人が今に通りかかるから。その人に渡してくれって、鉛筆で持ってビラの裏へ何か書きつけていったのですよ。そいつの風体は、明智は噛みつくように聞き返した。立派な旦那でしたよ。洋服を着た30くらいの。顔は見覚えているだろうね。えへへへへへ、そいつはどうもはっきりしませんね。その旦那は妙でしたよ。私に顔を見られたくないと見えて、面と向かうときには、必ずハンカチでもって鼻から下を押さえてましたからね。珍丼屋は、いかめしい将軍髭にも似合わぬぼんやりしゃらしく見えた。いくらかつかまされて、喜んで御用を務めたのに違いない。チェ、君は人間、アスタリスク表の噂を知らないと見えるね。
え、人間表ですって。トラオはたまげた声を出した。いかにぼんやり者でも、あの恐ろしい獣人の名を知らぬはずはないのだ。そうだよ、君が頼まれた男が、つまりその人間表だったのさ。明智は吐き出すように言って、そいつはどちらへ曲がっていったのだい。こっちですよ。ちんどん屋はおどおどしながら、すっと見通しの町筋を指さした。急いでいたんだね。ええ、走るようにして曲がっていきましたっけ。すると、あいつが噂の人間表だったのですかね。ブルブルブル、ああ、おっかない。その辺に自動車が待たせてあったのかもしれない。ええ、そうかもしれませんね。そんなこってすね。ですが、自動車でなくったって、もう置いた時が経っていますからね。この辺にぐずぐずしているわけはありませんよ。えへへへへへ、じゃごめんなさい。虎尾はいかにも愚鈍な調子でそんなことをつぶやくと、虎の首をすっぽりかぶり直して、のろのろと立ち去っていった。明智小五郎は次に取るべき手段を、急速に考えなければならなかった。だが、それを考えながら、ふと彼は背後の空虚を感じた。ゾクゾクと背筋を襲ってくる空虚の感があった。彼はそれが何を暗示するかを悟ると、思わずぎょっとして振り返った。すると、ああ、果たして彼の背後にいるべき人の姿が見えなかった。酔いと負け、姿の文代さんは、まるで蒸発でもしてしまったように、谷底の抜け道から姿をかき消していた。何かあったのだな。明智はたちまちそれと直覚した。でなくて、文代さんが断りもなく、彼の眼界から消え去るわけはなかったのだ。赤い広告ビラの裏に、文代さんは大丈夫かね、と書いてあったが、明智がそれを読んでいたその瞬間に、文代さんはもう、大丈夫、ではなかったのだ。それにしても、一体全体どんな手段によって、白昼、アスタリスク雑踏のただ中に、そのことが行われ得たのであろう。人間表、いかに大胆不敵の魔術師とはいえ、これが果たして可能のことであっただろうか。熊、明智がちんどん屋の後を追って谷底の抜け道から裏通りへと曲がっていったとき、酔いと負け、姿の文代さんは、一と足遅れて、ちょうど抜け道の中ほどを歩いていた。道の片隅に、低い鉄の欄干があって、そこから狭苦しいコンクリートの階段が、建物の地下へと、陰気な洞穴のように下っていた。映画館の地下を区画した地底カフェの入り口である。文代さんが今その欄干のそばを通り過ぎたとき、洞穴の階段から、さっと黒いものが飛び出してきたかと思うと、いきなり彼女の背後から組みついていった。文代さんが両手を上げるのが見えた。だが、声を立てる暇はなかった。黒い法被を着た男と、酔いと負け、の女とが、一と塊になって、異様な生き人形のように動かなかった。男の手は後ろから女の口へ、そこに白い布くずみたいなものが、猿ぐつわのように押し付けられていた。やがて、男はぐったりとなった文代さんを、軽々と扱って背中におぶったかと思うと、傍若無人にもその異様な姿で、映画街の表通りの雑踏の中へと歩いていった。男は汚い法被姿の妊婦のような風体であった。破れたお釜帽子の唾が鼻の頭まで垂れ下がって、その下から五分も伸びた顔中の武将髭が黒々と覗いていた。それが女房とも見える、酔いと負け、女をおぶって、人波をかき分けながら急ぎ足に歩いていく。
しかも背中の女は気を失ってぐったりとなっているのだ。女の両手が男の胸のあたりにブランブランと揺れているのだ。これが道行く人の注意を引かぬわけはなかった。何百という顔が一斉に彼の後ろ姿に注がれた。だが、男はそんなことをまるで気に求めない様子で、どんどん歩いていった。目の前にロックの交番があって、色の白い美男のおまわりさんが立ち番をしている。男はずば抜けた基地を持って、そのおまわりさんの真正面に立ち止まって、声をかけた。要望の奴が転換を起こし上がって、しようがねえんです。どっかお医者さんをお世話願えませんでしょうか。おまわりさんはそれを聞くと、迷惑そうな顔をした。医者って、かかりつけの医者はないのか。お前どこのもんだ。へえ、三河島のもんですが。三河島、ふん、そうか、この辺に知り合いもないんだな。転換なら心配したことはないだろう。しばらく放っておけば治るんだろう。でも、なんとか手当てがしてやりたいんで、末死の身になっちゃ、放っておくわけにもいきませんからね。男はちょっと憤慨してみせた。そうか、それじゃ、実費診療所へでも担ぎ込むがいい。実費診療所知ってるだろう。本願寺の裏手にある。おまわりさんはそれ以上取り合ってくれなかった。そして、それが男の思うつぼであったのだ。彼は女をおぶったまま、走るようにして映画街を抜け、いずこともなく姿を消してしまった。ふみおさんが麻酔の夢から覚めたとき、彼女はどことも知れぬ赤茶けた畳の、薄汚い部屋に転がっていた。気がついたかね、明治の奥さん。とうとう俺は君を手に入れたぜ。ハッピ姿のひげもじゃの男が、顔の上にのしかかるようにして、毒々しく呼びかけている。はははは、は、まだ頭がはっきりしないと見えるね。さあ、もう目を覚ますがいい。男の一種異様の匂いを持った暖かい息が、ムンムンと顔にかかってきた。まあ、ここはどこですの？そして、あなたは一体、ふみおさんがぎょっとして起き上がろうと焦りながら、質問するように叫んだ。俺かね？すると男は、相手の苦悩を顔見しながら、ゆっくりゆっくり答えた。俺は君のよくご存知のものだよ。ほら、この声に聞き覚えはないかね？ついこの間、君の家の書斎で話し合ったばかりじゃないか。ふみおさんは、青ざめて、目を大きく見開いて、黙ったままの男の顔を見つめている。はははは、は、顔が違うというのかね。それじゃ今見せてあげよう。さあ、この顔だ。まさかこの顔を忘れやしまいね。男は目を隠していたおかま帽子を叩き捨てるように脱ぐと、顔中に伸びた武将髭をもりもりと剥ぎ取っていった。ああ、女。ふみおさんは男のそばを飛びのきながら、悲鳴を上げた。わかったかね、その女だよ。もう一つの名は人間、アスタリスク表っていうのだそうだね。君たちはうまい名をつけてくれた。ふふふふふ、おっとふみおさん、逃げようたって逃がしゃしないよ。それから、君がいくら大きな声を立てたって、ここには近所というものがないんだから。何の役にも立ちやしないよ。気の毒だが観念する他はあるまいぜ。醜悪なけだもののくせに、まるで芝居のセリフみたいなことを言いながら、人間表は身を縮めた餌食の上にじりじりと迫ってきた。野獣のように骨張った黒い顔、ギラギラと青く光る巨大な目、また赤な唇、ドキドキと研ぎ澄ましたような鋭い歯、それが徐々に徐々に、ふみおさんの怯えた眼界いっぱいに、途方もない大写しになって接近した。
事実逃げようとて逃げる余裕はなかった。と言って、この強力無双の怪物に打ち勝つなど思いも及ばぬことであった。多くの女性は多分泣きわめきながら獣人の餌食となるほかはなかったのであろう。だが、文代さんはそうはさせなかった。長い無残な悪戦苦闘であった。文代さんの美しい顔は剣闘選手のように傷つき、着物はズタズタに裂け破れた。あばら骨が浮き上がるほどの息遣いに、喉は枯れ、舌は黒焦げのように干からびてしまった。人間、アスタリスク表さえも、顔中に油汗を浮かべていたほどの戦いであった。無論文代さんは死ぬほどの目に遭わされた。だが、最後の一戦を譲ることはなかった。それを死守する余力だけは残っていた。さすがの悪魔もあまりにも頑強な女性の力に呆れ果てて、愛母から逆転して憎悪へと、第二の手段に移るほかはなかった。へえへへへ、悪魔のマカカに充血した口から、興奮のあまりの調子外れな笑い声がほとばしった。貴様、それじゃ早く殺されたいんだな。俺の方ではそれも望むところだよ。ちゃんと計画してあるんだ。思い切り奇妙な死刑の方法が考えてあるんだ。ふふふふふ、文代さん、恐ろしくはないかね。それとも思い直して俺の大事なお客様になるか。え、その気になれないのかね。へえへへへ、怖い顔をして睨みつけたね。だが、今にそいつが泣きっ面に変わるんだ。その時になって後悔しないがいいぜ。人間表は倒れ伏した文代さんに顔を向けたまま、ニタニタ薄気味悪く笑いながら、横歩きに押し入れの前に近づくと、その襖をがらりと開いた。押し入れの中に大きな木箱が見えた。機械を送る荷造り箱のような厚い板の頑丈な箱だ。女はその蓋を開いて、中から何かをつかみ出した。文代さんは明智の力を信じきっていた。相手が魔物なれば、彼女の夫は超人である。決して殺されることはない。必ず助けてくれる。名探偵明智小五郎は位相外の手段によって、不可能を可能にするのだ。最後の最後まで力を落とすことはないと、固く信じきっていた。だが、人間表の怪しげな言葉を聞き、さも自信ありげなせせら笑いを耳にすると、さすがに怯えないではいられなかった。ちょうど外科患者が手術台やメスの棚をドキドキして盗み見るように、押し入れの中の異様な箱に、そこから取り出された一物に、目をつがないではいられなかった。人間表が魔術師のようなジェスチャーで箱の中から引きずり出したものは、ひどくかさばった黒くてぐにゃぐにゃした、何かしらゾッとするようなものであった。はじめのうちは、薄暗い押し入れの中で、その正体を見届けることができなかったけれど、やがて、それがずるずると明るみに持ち出されるに従って、そのものに顔のあることが分かってきた。尖った真っ黒な顔だ。キラキラ光る目、がっくり開いた真っ赤な口、にょきと覗いた大きな牙、そして、深々として黒い毛むくじゃらの胴体、鋭い爪の生えた四本の足、熊だ。人間表が熊をつかみ出したのだ。しかし、あんなにぐにゃぐにゃしている様子では、生きてはいない。では熊の死骸なのか。いやいや、死骸にしてはお腹がひどくぺちゃんこだ。すると剥製の毛皮なのかしら。だが、どこやら毛皮とも違うところがある。毛皮ならあーまで生き物の感じが残っているはずはない。へえへへへ、怖がることはない。まだ食いつきやしないよ。人間表は毛皮をむくむくもてあそびながら、文代さんに近づいてきた。彼は、まだ食いつきやしないよ、と言った。
では、いつかはこの熊が生き返って彼女を食い殺すというのだろうか。まさかそんなバカバカしいことが起こるはずはない。そういう意味ではなかったのだけれど、後になって考えると、この何気ない言葉の中に、実に身の毛もよだつ恐ろしい暗示が含まれていたのである。これは熊の衣装だよ。人間がこの中へ入って、四つん這いになって、熊の真似をするんだ。俺が入るんじゃない。無論君がこれを着るんだよ。そして、君はたった今から、熊になるんだ。恐ろしい猛獣になりきってしまうんだ。死んでしまうまで、もう二度と人間世界には戻れないのだ。人間表の語調はだんだん優しく変わっていった。そして、それと反比例して言葉の内容は恐ろしくなりまさった。さあ、いい子だから、おとなしく着さらえをするんだよ。まずそのバッチーのを脱いでと、女の不気味な指先が、ふみおさんの体から裂け破れた斑点などを、一枚一枚と剥がしていった。最初のうちは抵抗を試みたけれど、相手の目的が一変してしまったのだから。最善のように視力を尽くす必要も感じなかったし、それに第一体中の力という力が絞り尽くされて、これ以上の抵抗は全く不可能であった。彼女はほとんど夢心地のうちに着物を剥ぎ取られ、その上から暖かい熊の毛皮をすっぽりとかぶせられてしまった。毛皮の腹部を切り開いて、シャツのように隠しボタンがつけてあるので、それを着てボタンをかけてしまうと、どこにも継ぎ目のない完全な生きた熊が出来上がる。人間の足と熊の後足とは無論形が一致しないのだけれど、その部分に巧妙な細工が施してあって、外から見たところでは、少し後足が太い感じがするくらいで、そっくり本物の熊である。さあ、お熊さん、暗夜だよ。暗夜をするんだよ。女は猫なで声で言いながら、いつの間に用意していたのか、猛獣使いの短い鞭を取り出すと、恐ろしい勢いで、かわいそうな熊のお尻を叩き始めた。しなやかな鞭が空気を切って、パン、パンと部屋中になりわたった。熊の中のふみおさんは、無論這い出す気持ちなどなかったけれど、じっとしていると、女が両手で腰を持ち上げて、ぐんぐん押すものだから、その惰性で似た足三足は這うことになる。それを何度も何度も繰り返しているうちに、この奇妙な人間熊は、とうとう部屋を一周してしまったのであった。実におかしいとも恐ろしいとも名状のできない光景であった。空き家のように道具のないがらんとした部屋の中、赤ちゃけた畳の上で、猛獣使いが始まったのだ。大きな熊がゲートを押し込まれているのだ。使われているのは本当の人間。皮一枚の下は美しい文代さんの丸裸だ。そして、猛獣使いの方はというと、ハッピを着て二本の足で立ってこそいるものの、彼自身一匹の猛獣なのだ。ヒョウの目とヒョウの牙とヒョウの舌と、それからヒョウの心を持った獣人なのだ。途方もない漫画である。世にも恐ろしい残虐な漫画である。だが、人間ヒョウは一体全体何をしようというのであろう。ただ熊の皮を着せてもて遊ぶのが最後の目的ではないらしい。ふみおさんの行く手には、もっともっと恐ろしいことが待ち構えているのに違いない。女は、死刑、という言葉を使った。それは果たしてどのような残虐を意味するのであろうか。では、今日はこのくらいにしておきましょうね。さあ、さあ、お熊さんは檻の中でおとなしくしているんですよ。女は熊を押し入れに追い込んで、
例の頑丈な木箱の中へ抱き入れ、上から蓋をしてしまった。奥間さん、お腹が減ったでしょうね。今持ってきてあげますよ。お前の好物のウサギの生きたやつをね、しばらく待っているんですよ。そして、ピシャンと押し入れの襖が閉まった。ふみおさんはもう身動きすることも、見ることも、聞くこともできなかった。ただ地獄の暗闇と、墓場のしじまがあるばかりであった。墓場といえば、みじろぎもできない木箱の中は、なんとやら棺桶を連想させた。しかも地底に埋められた棺桶を。だが、まさかふみおさんをこのままにしておいて餓死させるというのではあるまい。人間表の死刑はそんな生優しいものではないであろう。ああ、一体あいつは何を考えているのだ。熊の皮がそれにどんな関係を持っているのだ。早く知りたい。以下ほど恐ろしいことにせよ。知らないよりはマシだ。想像の届かぬ恐怖には耐えられぬ。恐ろしき釈迦人。お話は元に戻る。愛妻文代さんの姿を見失った明智小五郎の狼狽は無理もないことであった。名探偵だとて人間である。時には失策もすれば、狼狽もする。ただ彼の偉さは、精神的打撃を長引かせないことであった。たとえ失策をすればとて、結局においてはその失策を取り返してあまりあるほどの、知力と活動力を持っていることであった。核のごとき人物にあっては、失策も失策ではない。狼狽も狼狽ではない。彼は現場付近を走り回って、何かの手がかりをつかもうと力めたが、見込みがないと悟ると、最寄りの商店の電話を借りて、ことの次第を軽警察署の捜査本部に急報した。ちょうど警視庁の常川警部も来合わせていたので、十分手配を依頼することができた。それから少し落ち着いた気持ちになって、彼は例のロックの交番にも立ち寄ったが、運の悪いことには、人間表と応対した美男のおまわりさんは、ちょうど少し前に別の人と交代していて、転換女のことを聞き知る術もなかった。もし明智があの奇妙な出来事を耳にしたならば、たちまち何事かを悟り、正確な捜査方針を立てることもできたのであろうが、ほんの1分か2分の食い違いのために、思いもよらぬ結果を引き起こすこととなった。文代さん捜索のことは、すでに常川警部が手配してくれているのだけれど、明智ともあろう者が、愛妻の事件をお上任せにしておくはずはなかった。彼は映画街を中心に、あるいは表通り裏通りと、足に任せて歩き回った。それがもう日頃の冷静を失っている証拠でもあった。彼は元来、足の探偵、ではなかったのだから。それからしばらくして、彼はとある裏通りの八百屋の店の前に、何気なく佇んでいた。青物を並べた店先に、近所のおかみさんらしいのが3、4人買い物をしている。ふと気がつくと、その中の一人が妙なことを喋っていた。それが変なのよ。あんた、まるで顔も姿も見せないんですもの。あたしのところから3度のご飯を運んでいくでしょう。それをね、黙って台所の障子を開けて、板の前置いて帰るのよ。そうしてくれっていう固い約束なのさ。しばらくしてお膳を取りに行くでしょう。すると綺麗に中身がなくなって、空のおひつとお膳とが、ちゃんと元の場所に出してあるのよ。まあ、嫌だわね。そして、お前さん、その人を見たことがあるのかい。それがないんだよ。最初引っ越してきた人は、まあ立派な紳士だったんだけれどもね。
どうもその人じゃないらしいの。へえ、なんだか気味が悪いみたいな話だわね。でも、あんた、どうして人が違うってことわかって。手を見たのよ。顔は見ないけど手だけを見たのよ。手がどうしたっていうの。今朝ね、開いたお膳を取りに行って、障子を開けるとね、少し私の生き方が早かったのさ。ちょうどご飯が済んだところと見えて、茶の間との間の障子が細めに開いて、そこから空のお膳を板の前出している二本の手が見えたんだよ。その手がね、私の開けた障子の音にびっくりして、さっと引っ込んだかと思うと、いきなりピシャッと茶の間の障子を閉めて、ガタピシ二階へ逃げていく足音がしたんだよ。まあ、よっぽど人目を忍んでいるのね。でも、その手だけを見て人違いとわかったの。ええ、あたしゃ、あんな気味の悪い手は見たことがないわ。薄黒くって煙くじゃらで、嫌に筋張っていて、指が長くって、指の先には真っ黒になった爪が3分も伸びているのさ。最初あの家を借りた紳士は、決してそんな人柄じゃなかったのよ。いやねえ、じゃあその人、家に閉じこもってて、外へ出ないんだわね。ところが、時々は外へ出るらしいのよ。それもこっそり出かけると見えて、ついぞ見かけたことはないんだけれど、でも、出かけている証拠には、いつの間にか二人になっているんだものね。どっかから女でも引っ張り込んだらしいのよ。そして、おかしいじゃないか、お昼のお膳の上に手紙が乗っかっているのさ。晩から二人分持ってきてくださいって。あんた、それを放っておくつもり。聞き手のおかみさんが、声を潜めて、真面目な顔になって尋ねた。どうしようかと思っているのさ。うかつなことをしては、後が怖いしね。でも、それがもしや、あれだったら、ぐっと顔を近づけて囁き声になって、人間、アスタリスク表だったら大変じゃないの。ここまで聞けばもう十分であった。明智はいきなり話し手のおかみさんに近づいていって、彼の本名を名乗った。すると、おかみさんは、近頃評判の名探偵の名をよく知っていたので、スラスラと話が運んだ。そのおかみさんは付近の仕出し屋の主婦であった。お膳を運ぶ先というのは、つい4、5日前から塞がった小さな借家で、あんまりひどいあばら屋なのと、裏は塀一重で、花屋敷、の動物小屋だし、両隣はどっかの物置場になっていて、なんとなく気味の悪い場所だものだから、長い間借り手がつかなかったというのである。借り手は独身者の立派な紳士であったが、おかみさんのところから三度の食事を運ぶこと、うちに人が酔うといまいと、必ず一定の場所へお膳を置いて帰ること、決して台所から中へ入ってはならぬことなどを固く約束して、一ヶ月分の前金を支払った。しかし、現在住んでいるのは、今も言う通り、決してその紳士ではないというのであった。僕が一度その家を調べてあげよう。もし怪しい奴だったらすぐ警察に引き渡すし、そうでなかったら君のうちに迷惑のかからぬように、僕がうまくしてあげるから。どうだね、そこへ案内してくれないだろうか。明智がとき聞かせると、おかみさんはすぐさま承知して先に立った。そして家主にも了解を得てもらった上、問題の借家の台所口に着くと、おかみさんを返して、明智はただ一人、相手に悟られぬよう注意に注意して、そっと屋内に忍び込んでいった。家の中はがらんとして道具も人気もなかった。音を立てぬように階下を調べ終わると、次には2階であった。
おかみさんの話にもあった通り、怪しい男は2階に住んでいるらしいのだ。明智は変装などする場合には、こと皿探偵七つ道具を忘れなかった。小型ピストルもそのうちの一つである。彼はポケットの中でそのピストルを握りしめながら、やわな段梯子を少しも音を立てないように、カタツムリみたいな速度で登っていった。だが、そうして長い時間を費やして、やっと階段の上に首を突き出してみると、案外なことには、2階も同じようにガランとして、一向人のいる気配がしない。似た缶切りの2階なのだが、開け放した襖のこちら側も向こう側も、全く空っぽのように見えるのだ。ひょっとしたら怪人物は外出したのかもしれない。だが二人連れのはずはない。少なくとも一人だけは、女の方だけは、ここに居残っているはずだ。いや、閉じ込められているはずだ。明智はだんだん気を許しながら、畳の上を這うようにして、奥の八畳へ入っていった。道具も何もないカビ臭い部屋、赤茶けた畳、障子の向こうに狭い縁側があって、ガラス戸が閉まっている。明智はその縁側まで行って、障子の影を調べてみるつもりだった。そうすればあんなことは起こらなかったのだ。ところが、部屋の中ほどまで行ったとき、彼をぎょっとさせた異様の物音が響いてきた。何か大きな物体がどこかでうごめいている感じだ。決してネズミなんかではない。ふと気がつくと、右手の押し入れの襖が、物音の度ごとに、かすかに揺れ動いていることがわかった。押し入れの中に何かがいる。無論人間に違いない。だが、当の怪人物でないことは確かだ。もし彼なれば、明智の侵入を察しないはずはなく、敵に悟られるような物音を立てる気遣いはないからだ。すると、この押し入れの中に閉じ込められている人物こそ、あの女に違いない。人間表が誘拐した、酔いと負け、姿の文代さんに違いない。明智はもうためらっていられなかった。彼は最前も言う通り、愛妻を気遣うあまり、日頃の冷静を失っていたのだ。いきなり押し入れの前に立ち寄ると、さっとその襖を開いた。続く、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。とても励みになります。